ミルキーです。こんばんにゃ。もう毎日毎日東京は暑いですよ。体調壊してる人はいませんか？体調壊したらね、まず第一アルコール消毒、第二アルコール消毒、第三アルコール消毒ってことで、本日もアルコール消毒しますよ。それ、ね、不謹慎だよな。ってことで本日のビールはこちら、眠りこへるでございます。これはね、栃木じゃねえよ、日光ブルーイング、栃木のビールだね。あのこれもね、グランドっていうあのお酒売ってるところにから来たのやつなんで、多分っていうか、これなんで私がそう思ったかわかんないんだけど、多分ホワイトビールなんじゃないの。どうしてそう思ったんだろうね、よくわかんないけど、今日はこれを飲んでみます。いい香りする。栃木のクラフトビールをね、アメリカンクラフトビールのグラスに入れちゃいますからね。いい香りする。もうこの香りが消えないうちに飲みます。本日もお疲れ様でした。乾杯。乾。酸っぱいんですけど、あれ白ビールってことじゃないね。なんでこんなに酸っぱいんだろう。サワーってくるね。パクがアメリカ製造、イギリス製造、ドイツ製造って書いてます。ホップ、ハーブ、スパイス。ほう。アルコールはね 4% だから割と軽め。飲んでみてもやっぱり軽いなって感じがする。重くはないね。さっぱり、あっさり。ちょっと開けた時の香りと味のギャップ、私的にはギャップがあるな。この酸味はさ、爽やかっていうのかな。華やかで透明感のあるフルーティーな香りと、2種類のホップを使用することで生まれる。ビターな味わいが後引く一本です。一本。すいませんね、無駄にテンション高いですよ今日は。味わいのクラフネはね、酸味に丸はついてないんだけど、見えるかな、苦味とね香りに丸ついてるけど、私はね酸味にも丸をつけたいね。シトラス感あふれるアメリカンペイレールだって。やっぱあれだな、ファイナンスとかさ、法律の勉強ばっかりしてる場合じゃなくて、ちゃんとねビールの勉強せなあかんね。もうそろそろね、なんていうこう、うまく伝えられない自分にこうもぎもぎする。もぎ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 、なんか違うな、まぎまぎなんかわかんないけど、そんな感じ。ね、いいよ、夏にいいと思う。これからの季節に最高ぴったり。夏でもってね、こう一本目に飲むのがいいね。一本目、一杯目、さっと、もうさっさ、今日のね嫌なことが今ねさっと流れていったよ。嫌なことと言いますとね、もう私は今ねハーブ、ペッパーミントにねもう魂奪われてるんですわ。どうしてもね、ペパーミントをね、種から育ててないの。で、なぜかね、トニックウォーターに今取り憑かれてまして、
大したね飲んだこともないくせになんかトニックウォーターが欲しくて欲しくて、でトニックウォーターにミントを潰して入れて飲んだらきっと美味しいんじゃないかと、こう在宅ワーク中にこれをやって、なんて言うんだろう、ノンアルコールカクテルを飲んでる気分、違う、カクテルを飲んでる気分でお仕事をしようということで、ノンアルコールカクテルを作ろうと思ったんだ。それでなんとなくトニックウォーターっていうのがいい感じがするなと思って、でも探すことをもう大変、昨日だって、ね、1時間ぐらいかかったんじゃない、トニックウォーターとミントを買うのにね、えらい苦労しました。あっちでこれ売ってない、こっちであれ売ってないみたいなね。で今日ねそれやって飲んだの、めっちゃめちゃ美味しかった。あ、もうなんかね仕事中気分が上がるね。ただねミントが高いよ。あんななんかねこのちょびっとね入っててんでね、100円とか200円とかでしょ。だからミントは自分で作ろうと思ったわけで、今日ミントの種を買って土買って、なんかプランターとかで植えちゃおうって思いましたよ。そしたらね種も売ってないわけ、ムカつかない、なんか私のライバルがいっぱいいるみたいね。なんでペパーミントだけ売り切れなのみたいな感じね。苗は売ってんだけどさ、もうね意地でもね種から作りたいわけですよ。種まいてね、もう庭をねミントでボーボーにしちゃおうっていう今思って、まあ半分意地だね、売ってないからどこでも買えなくって、もうなんかねミルキーさん今日はねプンプンです、プンプンだけど、ちょっとこの眠に食えるこれ飲んで癒されました。なんかこうパッケージも可愛くない、眠猫、眠たいよ、眠たいにゃん、にゃん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 みたいな感じ、可愛い。やっぱね可愛いのが一番だね。味は2番、これはね温度変化を楽しみながらチビチビ飲むんじゃなくて、割とこのハーブの香りを楽しみつつ、爽やかさで満たされつつ、喉越しを楽しむみたいな感じがいいんじゃないかな、なんてね。めちゃめちゃ爽やか、美味しかったってことで、本日のビールは日光ブルーイングの眠猫エールでございました。本日も美味しいビールありがとうございました。ミントができたらねミントビールとかも作っちゃうよってことで、また次会いましょうね。 See you. Bye.